山口美里さん、そして琴音恵子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんか豪華ですね。お衣装が、ね、いやいやいや、ね、お互いさん、はい、着物とドレスと可愛いです。ちょっとネクタイだけちょっとね、はい、あの地味なやつをやっておりますけれどもですね。いや今日もですね、はい、質問にお答えいただくということになっておりましてですね、はい、どんな質問かというと、はい、あの人に会いたい、はい、あの人に会いたいというテーマ、はい、もちろんお世話になって亡くなられた方とかいろんな、うん、ね、初恋の方とかいろんな人がいると思うんですが、うん、思い出話を添えてですねお答えいただきたいと思います。はいはいはい、まず山口さんから、はい、会いたい人。会いたい人と言ってすぐに浮かんだのは、はい、亡き父です。あ、はい、お父さん、はい、ね、もうお父さん子だった。お父さん子でしたので、うん、もう歌うことの楽しさを教えてくれた、うんうんうん、子供の時から一緒に車に乗ったら横で歌ったり、うん、お風呂の中で一緒に歌ったり、歌うことを教えてくれたのが父だったんですね。それで子供の時に家族揃って歌合戦っていう番組に、うん、あの父が応募して妹と子供の時だったんですけど出たんですけど、出たんだ、はい、それでリスさんチームだったんですけど、見事その週の優勝したんです。はい、広島だったので、あの中国放送で RCC の放送だったんですけど、はいはいはい、そうですか、はい、いや、あの僕の世代もそうなんだけど、はい、よくなんかこう例えば、まあ、みんなでカラオケやってる時に、はい、あのじゃあうさぎさんチームリスさんチームって言うじゃん。それはそれね、家族対抗歌合戦のことなんだよ ね。 そうです ね、はい、ね、今の若い子知りませんから。世代が、ね、もう20歳ぐらいの子はもちろん知らんわな。けいこさんも知ってますか。ね、知ってますね。よかったです。じゃあ20歳以上なんですね。ちょっとね、超えました。うわそっか、あの人に会いたい、ね、はい、山口さんはお父さん、はい、ね、はい、ということですね。琴音さんは、まあ、学生の頃なんですけれども、はい、その時にやっぱりこう、あの何事にも人の立場に立って、うん、考えて行動したり話をしたり、うん、しなさいよという、うん、まあ、その言葉聞いて、あ、なるほどなって、まあ、思って、うん、まあ、そこからなるべくこう自分でもちょっと一呼吸置いてお話をするというような、そういうような形にしたいなと思って今まで生きてきてます。はい、でその会いたい人というのは、じゃあそういう教えをして、中学校の、うん、あの恩師ですね。はい、その先生がそういうことを、そうですね、中学生の時にちょっと聞いたんで、うん、ちょっと衝撃だったんですけど、はい、普通そう、まあ、中学ぐらいになったら先生が何か言ってはっても、うんうんうん、そんなことは聞き流すというか、言うこと聞かへんやん。でそういう話もね、先生がこう、まあ、頑張ってこれから将来に向けて頑張れよっていうぐらいで、そんな話はしないかなと思うんですけど、その先生の言ったことがなんかすごく印象残って、なんかこの子は見込みがあるなみたいな感じだったんじゃないの。いやいや、もう全体に言われたんで、そういうあれじゃないんですけど、あ、その中でその言葉がグッとこう、そう、どう残ってずっと今も、じゃあそれを教えてくださったあの先生にもう一回会いたい、もう一度会いたい。その先生は、その先生は堺におられると思うんですけども、うん、はい、はい、一度はマレーシアに行って体験、なんかあの学校の方のね教育でされて、また戻ってこられてるんで、なんか、ね、どうなってるかお会いしたいなと思って。民放のテレビ番組やったら絶対探し出すんだけどね。そうですね。会いたいね。はい、そっか、やっぱりそういう、なんかな、こういろんなことを教えてくれたっていう、その恩っていうかな、そうですね、そういうの感じる人にやっぱり会いたいんだね。そうですね、会いたいですね。いや、なかなかいいお話でした。はい、さあ、それでは今日歌ってくださる歌を教えてください。山口さんから。はい、先月出演した島倉千代子さんのフィルムライブでも歌いました、うん、東京だよおっかさんを歌います。はい、いいですね。私もね、島倉千代子歌謡賞、はい、私も前座でやらせていただいたんですよ。すごいですね。めっちゃくちゃ優しい人でね。わあ、お会いしてみたかったです、それこそ。いや、最初ね、はい、その、まあ、あ、前座って言っても真ん中で僕が数曲歌うんだったんだけど、はい、その最初島倉さんとのトークの場面がなかったんですよ。あ、そうなんですか。うん、だけども一応
あの島倉さんがスタッフに言いに行ってね、はいはい、大林さんが今日ファンの方たくさん連れていらっしゃってるので、はい、私とのトークの場面作ってあげてって言わはった。優しい。大御所が普通そんなのないよ。すごい。僕いろんなまあね、それなりいろんな先輩方とやってるけど、はい、初めてそんなこと言われたの。すごい温まるんですね。下のね、はい、もう私なんかペーペーの下の、うん、ほんまにそんな僕に人の気持ちを考えて、うん、そうだから島倉さんをね悪く言う人一人もいないっていうのはそういうことなんですよ、芸能界で、はいはいはい、すごい言い方だったよ ね、うん、ね、今もそれが言いたくて言いたくて、あ、はい、さあ琴音さん今日の歌ははい、屋敷鷹人さんの東京。うー、そうなんや、はい、鷹人さんのナンバー、はい、歌います。屋敷鷹人さんのナンバーは今でももう本当にカラオケシーンでよく歌われている。そうですね、はい、やっぱりあのね、あの情熱的なあの歌い方は、うん、もうあの人に会いたい屋敷鷹人さんっていうのもあるだろうね、え、そういうファンの人たくさんまだおられると思います。さあ、それではお歌の方お楽しみください、はい。久しぶりに手を引いて親子で歩ける嬉しさに、小さい頃が浮かんできますよお母さん。ここが二重橋記念の写真を撮りましょうね。優しい方田舎の話を聞きたいと、桜の下でさぞかし待つだろうお母さん。あれが九段坂あったら泣くでしょ兄さんも。さあさあ着きました他社で長生きするように、お参りしましょうよ観音様ですお母さん。ここが浅草よお祭りみたいににぎやかで、
忘れないで、そんな女いたことを見上げた空さえも冷たい色やけど、私が本気で惚れた人、そう生まれた街やから、愛おしさも憎しみも全て全てゆっと抱きしめ、生きてるようなあんたやった、いつか私待つことにも慣れてたよ、くすんだ風の中肩寄せ暮らしたね、誰にも似てへん人やけど、本物の愛をくれた、悲しくて悔しくて泣いて泣いてばかりいたけど、かけがえのない人に会えた東京。宮四郎さん、そして光岡宏さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかスラースラーっていう感じやな。お前ねお前ねってなんか、ね、なんかあのこうなんか合わせたみたいね。新郎新婦なんでやねん。夏っぽいというか。あ、そうやね。そうそうそう。爽やかっていうか。爽やか。そうね。うん、ただね僕ねダメなのよ。何？白のズボンにこれねスマップが白のズボンに黒の靴履いてたよ。はい、スマップが5年ほど前。はい、僕はダメなのよ。なんやろな。白のズボンやったら白い靴。そうね。どうどう？いやまあ。この三岡さんの場合はシャツを黒にして、うんうん、あのチーフも黒なのでというコーディコーディネート。いやいや、スマップスマップもそうやったんやけど、うんうん、なんかどうなんやろ。いやそれはやっぱり僕はおかしいんかな。いやいや二代目宮四郎。なんかうまいこと言うな。たまに笑かす。ちょっと今日一ってよう言うけど年一やね。一年で一番良かった今の。さっきのフリしてからね、うん、そのこと言ってからすぐもう浮かんだから、ね、いつ言うたろう言うたろうと思ってた今日この頃。これから先どっちが面白いか白黒はっきりさせる。いやいや負けてそれは。なんや君らお笑いかい。みたいな感じ。あのね、はい、テーマにお答えいただくわけなんですけどもね、はい、テーマをもう申し上げますね、はい、あの人に会いたい、そういう人を教えてくださいということでね、そういうテーマでございます今日は、ね、はい、宮さんから。いやそれいっぱいおるけどやっぱり師匠とにも会いたい、うん、もちろんね、それはもちろん毎回言うてる、ね、飲みに連れて行ってもろうたり、うん、先代宮四郎にも会いたいけど、はい、いや飲みには連れて行ってくれて、あそうか、一緒に飲みに行っただけ。そうかそうか、人の金でうちの師匠払うかいな、まあ、ようあるパターンで、やっぱりね、いやあのね、僕うちの師匠とちょっとあんまり最初仲良くなかったのよ、うん、でもうええわって大阪帰ってきたのよ、うん、帰ってきて大阪で活動でどないしたらええねんって、はい、右も左も分からん時にお世話になったんが宮川左近賞におったあの暁輝夫師匠に、はあ懐かしい、ええ、なんか仕事ないですかって言ったら、はい、まあ、とりあえず何技でも出るか言われて、はい、いきなり何技に放り込まれて、そっから予選の面白さを知って、はい、今まあ先月も繁盛で出てますけど、はい、あれからずっと予選には必ず定期的に出てんねん。だ僕の要するに芸人としてのステースを作っていただいてからもう一回お会いして感謝したいね。葬儀にね密葬で出られなかった、ね、あ家族葬かなんかだったのかな、ね、
そうですか、もうめっちゃ有名な人じゃないですか。そうそうそう、本当にね、懐かしいね。でもあの三味線は教えてくれへんかったよ。あんた四郎ちゃんの弟子やから、はい、あのうちはもう弟子にしか三味線教えてもやれへんねん言うて、ほんででもずっとね3年ぐらいついとったから、ずっと袖で聞いてて、そのままあの筑山流さんに行って弾いたら、もう耳が覚えてたよね三味線、それですぐ弾けるようになって、ね、なるほどね、いいお話やね今の。めちゃくちゃいい話。やっぱり、ね、やっぱり宮城さんのお弟子さんやから教えられないよという、やっぱちゃんとその道をね、間違いないように。ともにはええ話ですよ。さすが。いつもなんかボケたばっかりだったらおかしいやろ。さすが師匠やなと思って。別に宮さんの昔はね、そういうちゃんとこう一本筋金が入ってるからね。ルールがちゃんとあって、はい、しっかりみんな守って。はい、私もあの横山康さんにね。最初ついたお師匠さんが友達だったから、たまたま南で偶然会ったんですよ。ね、で、米子から寿司屋の大大将が来てて、で横山の安さんがね僕に、お前な歌の弟子より俺の弟子なれって、そんなの速攻で、いや僕はあの歌手目指してますからって言ってね、そしたら寿司屋の大将怒ってましたけどね、はい、そうやけどあの人オーラーだよね、オーラーありました、小柄だったけど、空港で1回と NGK の裏で1回見たけど、うん、オーラーあった、うん、ほんでね NGK の裏が面白かったよ、はい、テッサレロッサリ、テッサロッサ会社のヘラリ、うん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 、乗ってきた若造がバーッと NGK にドーン横付けしたらね、これ誰じゃいってボコボコしてんの見たよ、ほんならそいつがね、僕文鎮の弟子の文徳でさ、その手されさ文鎮師匠の車やった、師匠の代わりに来たもん、その辺の若造やもんって、あそうかってスッとか行けはったね、面白い人やったわ、それで終わる言うとかね、終わると面白い人やった、なんか二人よう喋るから膨らむな、まだあの会いたい人聞いてないんですけど、あそうや僕ね、それはね、あの宮城さんがおっしゃった通り、もちろん恩師もそうですけども、うん、そうですね、やっぱりこう、うーん、もうた本当たくさんいるんですよね、会いたい方はね、思います、はい、うん、まあ強いて言えばね、尼崎でお世話になった時のね、あの中学校1年から僕スナック行ってましたから、うん、飲みにじゃないですよ、親父に連れられて、はいはいはい、歌のレス練習に行ってたお店が尼崎にありましたね、そうですか、でそこのマスターが結構あの消防団も牛も飼っててね、はい、で結構いい方で、で口数少ないんだけどなんかあったかみのある方でね、そのママとマスターがいたから今の歌手の道があるんですけどね、まあまあ話からしたら男気があるっていう感じじゃない、ね、はい、やっぱりそういう人がいて、はい、その自分を後押ししてくれたみたいな ね、このみんなそうですね、はい、やっぱりそのきっかけを作ってくれた人っていうのは会いたいっていう人、あの何人かこうやって聞いてきてるんだけど、はい、多い多い、うん、それは本当ね、自分の仕事ほったらかしてもキャンペーンバーついていってくれたりね、そう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 、その人昔はいっぱいおった、ほんまほんまやね、もうそうですね、最近はおる、まあまあ時代が違うんでねおらんねや、その笑いは二人とも、ほんまおらんな、やっぱり景気がいい悪いっていうのもあるし、そうか、景気が今悪いから、うんうん、当時は景気良かったからね、良かったもん、我々のほら大体似たような世代だから、うん、やっぱり応援してくださってる方も同時進行で、そうですね、年齢が増えていってるじゃないですか、ほとんど向こうにお行きになりましたけどね、病気になったりね、健康でいてください、そうそう、はい、番組を見てる方ね、皆さん、ね、あ生きてはんねや、はい、僕は応援してもらったけどほとんど行ってるよ、なんで行ってるでしょ、だって当時50やから37年歌ってるから、うん、87年もほとんど言ってるわ、このテーマは別に亡くなられた方でも今元気でおられる方でも誰でもいいんです、会いたい人を聞いてるわけでも ね、本当ですね、まあでもそういう人を思い浮かべながら皆さんこうやって一生懸命活動してるんでしょうね、はい、じゃあそういうことで、はい、今日も歌声を聞かせていただきます、はい、宮さんは今日はね、なんかリクエスト来たんですね、うん、あの番組宛てに本当に、はい、これまあ、鳥羽一郎さんの千秋春樹行って言うんですけど、ね、はい、これね、この歌は92年の歌なんですけど、はい、僕はあの宮城に63年に弟子入りして平成元年にデビューしたってプロフィール上になってるんですが、はい、本当は1982年11月21日に東京でデビューしてるんですよ、1回ちゃんと NHK 一発合格してね、これねプロフィールに書いてあるもんだな、会社の人間あかんあかん、そんな嫌味になるから書くな、歌をだからまあ書いてへんねんけど NHK 合格して、その時、はい、実は鳥羽さんもその半年前
同じ82年組なんですよ。そうそう、82年そうですか、デビュー一緒なんですよ、ね、ほんでは6年ぐらい経った時にも鳥羽さんはもう演歌の大御所になってるの。たった6年で6年経ってキャンペーン行ったら俺あ演歌の卵来るで言われて、そらデビュー曲が大ヒットやから、6年も卵やっとったらな、うん、嫌になるな言うてやめよう思った時にうちの師匠に会うてもう一回再デビューしたという。なるほど、その懐かしい鳥羽さんの歌で先週春気候、これ一時よくカラオケでも歌われてましたが、はい、はい、水岡さんは。僕はね、やはり恩師の一人であります北条誠先生のね、うん、島立ちの春もそうですけども、男酔いという作品で、はい、作曲は杉本先生ですけどね、はい、北条誠作詞男酔い聴いてください。はい、それではお楽しみください。はい、5人も せがれがありながら、一人も船に乗るやつがいないと悔やんで涙ぐむ。先週カモメ相手に飲む地酒、なんで男の気持ちがわかるよ。祭りの余韻があって見初めて惚れて50年、しけの日なぎの日連れ添った先週飛行か船出すか、俺を支えたお前のためによ。悲しき父は
今はなく優しき母も今はない。ふるさとぼんやり懐かしく見上げる三日月、杯にして星を魚に、星を魚に。男よい、涙と悔しさ一気に煽り、人には見せない酒がある。男はいつも大きくて、男はいつもバカだから。狼みたいに吠えながら都会の夜風に身を震わせて、命ぬくめる、命ぬくめる。男よい、男よい。高谷美沙絵さん、そして北川圭さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。素敵なお着物姿でね、まあ黄色と赤で朱ですね。ちょっと朱赤っていう、朱赤やね、僕が青やったら信号機みたいになってるんですけどもですね、今日もですねちょっとテーマがありまして、はい、そのテーマに質問に答えていただきます、はいはい、今日のテーマはね、あの人に会いたい。これは一応いろんな人がいるじゃないですか、うん、ご両親、亡くなられたご両親だとか、はい、まあ、亡くなってなかったらあれなんですけども、うん、恩師とか恋人とかいろんな人がいると思うんですが、まず高谷さんから。私ですね、私初恋の人っていうのがね、うん、亡くなっちゃったんですよ。だからその人に会えるんやったら会いたいですよね。そうそう、だから別に亡くなられた方にも、25歳で亡くなったんですよ。あ、それは若い ね、海外出張されてて、でそれでそのまま心臓麻痺かなんかで帰ってこれなくなって、だからなんかそれっきりですのでね、もうあの人がずっと生きてはったらどんななったはんやろうなとか思いますし、ね、クラス委員とかもずっとしてはったし、中学校ぐらいからの友達だったんですけどもね、はい、その人が初恋の人です。まあ言えば、まあ言えば、うん、複雑やね。そうなんですよ。お葬式とかも行きましたけどね、そんな早く亡くなるっていうのはやっぱり何だったんでしょうね。まあまあ世の中ね、病気以外でも交通事故なんかは本当にね、もう突然ですし、いやー、それは辛い思い出だけども。そうなんです。だからね、会いたいよね、もし生きてはったら、うん、ね、どんな年があってんやろうとか、ね、初恋だからねそうなんです、そうなんです。まあちょっとね、いきなりからちょっと寂しい話だったんですけども、そんな感じなんですよ。いや、よくお気持ちわかります、はい、さあ圭さん続いて、私もね、高橋さんと同じく亡くなった方に会いたいんですよ。その方はまあ50いくつまで生きておられたんですけどもね、それでも若いです。それでも若いです、ね、それも突然亡くなられたので、うん、今でもね、信じられないんですけどね、うん、私のゴルフの先生だったんですよ、うん、で唯一ね、私こんな年取ってもね、姫って呼んでくださってたんですよ、その先生がね。なんで私も大田デブリンって言ってね、うん、ものすごく体格のいい先生だったのでね、すごくいい思い出がいっぱいあるんですよ、ね、ラウンドしたり。だからその方に
会いたいです。会えるものなら、はい、そういう、うん、あの呼び方お互いがね、はい、そうです、ということは、はい、ものすごくいい距離でいいお付き合いの で、はい、ね、できてた方なんだなという、はいはいはい、そうなんだ、いやデブリン、デブリン、オーナーデブリン、デブリンさんとすごく100キロくらいのね、すごく体格のいい方でね、あのその方がね、あの勢いでき、ね、相撲のすごくファンで東京行かれて、そのまま亡くなられた、見てて感激してる最中、突然、はい、やっぱり私も突然ですもんね。あ、そうですね、元気で仕事行ってはったのに ね、 ね、はい、いやね、突然のね、うん、だから突然亡くなられた方ってすごく思いが残りますね。そうですよね、なんか病気とかやったら、はい、もうなんとなくちょっとぐらいの覚悟はできますもんね。そうですね、そうですね、うん、そうなんですよ、うん、同じです ね、 同じです ね、 ね、ちょっと年上ちゃうけども、偶然にも僕もそうやな、中学の時の同級生の子がね、はい、あの交通事故で亡くなったんですけど、ずっと頭の中に残ってるもんね。やっぱ思い残るでしょ、ずっとね。そっか、はい、まあまあね、あの人に会いたいというテーマでね、お話をお伺いしました、はいはい、さあ今日は何を歌ってくださるんですか、高谷さんから、今日は、うん、お祭りのシーズンになりましたので、うんうん、私の祭り暴れ花を歌わせていただきます。はい、はい、Kさん、はい、私はデブ曲大阪めぐり合いを、はい、お願いします。はい、それではお楽しみください。はい、よろしく。
拾った南の街は夜咲く花にも心温かい。ついてなかった北新地でいつも涙に暮れていた。優しく抱いて優しく抱いて今夜はあなた。で巡り合い恋する喜び知りました。千里あたりで一緒に暮らす固い約束指切り忠さんです。小橋光さんですか。よろしくお願いいたします。カーってカーはいらんねんで、なんかどっか吉本かなんかでありましたけどもね。いやお互いを紹介し合ったみたいな感じ。ひょっとして間違ったらあかんかな。いや、お互いを紹介し合ったということは私も歌わせていただくわけなんですけども、ね、そういうことですね。もちろんそうですよ。テーマが今日はもうね決まっておりましてね、はい、ちょっとそれぞれ皆さんにはお伺いしております、はい、トークテーマあの人に会いたいということでね。そうですね、あのまあいろんな人いるじゃないですか。恩人とかね、恩師とかいろんな人、ね、恋人だとかね、はい、あの人に会いたい。誰に会いたいですか。そうですね、私はね会いたい人いっぱいあるんですけどね、うんうん、今ちょっとパッと今思い浮かんだのはね、ゴルフのね、うん、グレッグ・ノーマンっていうね、はい、有名な、うん、オーストラリアのプロゴルファー、はい、彼とはね15年か20年ぐらい前に一緒になって、一緒に写真撮ったり一緒に食事したり、はい、そういうことでね、いろいろ可愛がってもらいました。うん、僕もあの一応知っておりますよ。そうですか、知ってるんですか。このハットをかぶってはる人じゃない、なかった。まあハットもかぶってる、ね、ちょっとこう少しこうセミロングのヘアスタイルで、そうだっけね、かっこいい、なんかすごいね、うん、俳優みたいな感じの人ですけど。そうですそうです、うん、あの連中がね、私はオーストラリアの連中みんな友達やったからね。もうあの連中に会いたいって。ゴルフをする人の憧れ的な存在でございます。そうですそうです、みんなびっくりしてありますね、うん、私の場合はやっぱり、恩師平尾正明先生。もうあっち行っちゃったんですけど。そうですね、もう本当にね、一緒にね大手ね、うん、まあご飯行ったりとかする時はほんまにこの友達同士みたいな感じ、感覚で、あ、なるほど、していただいた先生ですので ね、 あ、そうですね、もう本当にもう大好きでした。あ、もう大本当に今でも大好き。全然ね、もう関係が違う、深いからね。いやいや、一番深いぐらい、ね、いやもう本当にね、もう本当にもう絶対会いたいですね。そうでしょうね、はい、うん、さあそれでは今日は伊藤さんは何を歌ってくださるんですか。自分の持ち歌で俺あかんねんを久しぶりに歌います。わかりました、はい、そして私の方 は、アルバムの中のね、うん、千島海流という曲を歌わせていただこうと思います。はいはい、楽しみにしております。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。入る窓を見上げれば今でも昨日のことのように、もし汚れてた狭い部屋で
けど世界で一番幸せだった。好き勝手ばかり繰り返し、見て見ぬふりして笑っていたね。二つ並んだカップの指さえ気づかぬに似たあの頃、夜中にふっと目が覚めた時に窓辺に立たずお前を見た。少し震える痩せた背中できっと涙こらえ違う空見てた。一度も愚痴さえ言わずにいつも子供のまんまの人やねと、笑うお前の優しさまでも傷つけていた遠い日。もう戻れへん若さも時も、けど忘れへんあのぬくい手のひら。今ならお前何度も言える、おやかんね、ほんまにあかんね、俺お前やないとあかんね。あんたな、ええ年していつまでロマンティックなこと考えてんねや。うちらの時間は帰ってけへんねやで。うちのことはもうほっといてんかい。もしもお前が今でも一人あの空眺めているのなら、木漏れ日の中穏やかな時を過ごしてみないか二人で。うちは家で。もう戻れへん若さも時も、けど忘れへんあのぬくい手のひら。今ならお前何度も言える、おやかんね、ほんまにあかんね、ほんまや、俺お前やないとあかんね。うち嫌やで。俺あかんね、ほんまにあかんね。そんな言われても。俺お前やないとほんまにあかんね。花の調子で勝負する、俺は好きだぜこの海の、筋の通った生き方が酒にカツオにサンマを連れて、今年もありがとう獅子舞海流。
好きでもあいつは女丘で待ってる方がいい花が匂えば嫌気持ちよ焼いてやれるぜこの海は米花20度しぶきも凍る男のお癒しよ獅子島海流いかがでしたか？楽しんでいただきましたでしょうか？ここでお知らせがございます。この日本カラオケ街歩きの名物コーナーが復活いたします。カラオケ突撃隊、あなたのお店に突撃して、この放送の中でね、あなたのお店紹介できますよ。詳しくはこちらまでお問い合わせください。お申し込み待ってます。それではまた。